も入れ替え、入れ替えなんだけど、あ、そういうの入れ替えだな。この間からいろいろやってるんですよ。ステルス、ストレスを取ったりとかいろんなことやったんですけど、なんか変化ありました？はい。まあいいけど、なんか変化ありました？はい。自分からね、はい、あれで一歩一歩進もうっていうのがすごいある。出てきて、何時来たの？え、先週金曜日に来たのか。25日、1月25日金曜日でした。はい。で、月曜日は一人でお昼過ぎから行って、で、火曜日は私がカウンセリング学校を抜けてっていうのが、はいはい、行くときに1時ぐらい下落だった。はいはい。抜けたら行くって3ヶ月ぶりに午前中に行けたんですよ。はいはいはい。それで保健室で休ませてもらってて、はい、で時間目ぐらいから、はい、3ヶ月ぶりぐらいから行って、で次の日も、はい、そんぐらいから行けたの。あ、そう、すごい。次の日は5、6時間目からだけど、昨日は私会社行く時に一緒に行くって言っても着替えて、あの8時半ぐらいに保健室の方も先生と連絡取ってたから、もう受けてくれて4時間目ぐらいかな、やった。先生たちも校長先生が頭撫でに来るぐらいびっくりして、すごいや、すごいじゃん。そう、先生にね、いい報告したいってすごい篠原さんに、毎日頑張ってた。あ、そう、すごいなぁ、ありがとうやなぁ。涙出るわ、ほんまに。泣けてくる。ほんまに泣けてくる。え？でもすごいやん、なぁ。へぇ、嬉しいわ、すごい嬉しいわ。見てても全然違った。うん。あ、見ちゃった。11月、12月とかあるしも。へぇ、すごいなぁ。連中の痛さは変わらずしんどそうだったけど、動こうとしてくれたから。うん。あ、でも、でも午前中の痛さもだんだん取れてくると、もうメンタルの部分もすっごい多いから、パパも泣いてて、うわ、すごいな、痛くない。いやいや、そんなことせちゃってよ、ほんとに。なあ、感動するわ。そんな泣くんや、すごいなぁ、すごいじゃん。ちょっと待って、久しぶりに泣いたわ。今日はね、1週間でバタが疲れちゃったからね、午前中ね、ずっと頭痛いて、昼ぐらいから元気に。あ、そう、前は部活は土日も部活は行けて、平日がダメだったけど、今週はね、今日部活は、でもそんなに欲張っちゃいけないと思って。いやいや、そんなことない。欲張っても構わへん。全然構わへん。今日またもうちょっと変えてみるわ、やること。でも、もう、方角としてはそんなに間違ったないと思う。だから、このままやっていった方がいいと思う。だから、とりあえずもうちょっとだけ方角を上げて、変えて、彼の頑張りに。もしも答えられるみたいな感じ。中の授業に入れただけですごい頑張った。やれるじゃない。やれるじゃない。よし、わかった。頑張ってやろう。